はい、今ねとある駐車場に置いております。ほらこんな感じですよ。はい、こんな環境です。やっぱ電源がねあるってねすごいいいな。意外とこの快適すぎて仕事にならんかもしれん。ほんのねまあ 4,5 分ぐらいで片付けができます、慣れればね。しかも後ろこんな感じで、これね実はカラーボックスを使ってました。中ちょっと汚いんですけど、パソコンをね乗っけてたテーブルはこれです。折りたたみ式のね木のやつは軽いんでいいですよね。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね車の中で、テレワークということで、皆さんねテレワークもうご自宅でしますよねしてる方も多いと思います。家の中でね集中して仕事ができないという方もいらっしゃると思いますね。今日はね車を使ってテレワークをできる環境を整えたという動画でございますちなみにね私の車これフィットハイブリッドなんです。すごいね小型車なんですが、ワンボックス車みたいな広い車ではないんですけども、ちょっとね工夫してやってみました。ちょっとざっとね、どんな環境か見ていきますね。はい、今ねとある駐車場に置いております。ほらこんな感じですよ。リアのシートね2つ倒すと結構ねフィットって広いんですよね。ただね倒すとねこれ結構痛いんですよね。なんか鉄板なんで、こういうほらキャプテンスタック、こういうアウトドアのシートありますよね。これクッション性のあるスポンジみたいなやつ、これ引いてます。ではちょっとお邪魔します。よっからし、まあ、靴はねこういうところに置いてやってます。で結構ねほらこのデッドスペース、ここね埋めようかなと思ったんですが、トランクにしまってるね荷物とかをこう押し込んで室内をね広くしてるということですね。これねほら結構寝れる、結構映ってるわ。こうすると私ね身長183センチあります。まあ寝っ転がれんことはない、足こんな感じやけど、まあ、ちょっと横にこうこれぐらいはできる、これぐらいはすごいな。ちょっと仮眠は取れそうな感じですね。で実はねこれ見てください。ででーん、これいいでしょ、ポータブル電源。これね500ワットのものですね。で、これ PC ね、これパソコンで今からちょっと、まあ、仕事をしようかなと、まあ、仕事って言ってもね YouTube の編集とか、まあ、会社の仕事もやってもいいんですが、これね500ワット100ボルト電源が使えるんですよね。コンセントの差し口が100ボルト電源が2つあります。 USB のね電源が 1,2,3 ありますね。で1つはねこれ青いの急速充電です。で上にねタイプ C、 最近ねタイプ C 多いですよね。でこれしかもねほらこうライト、わー眩しい、これ結構眩しいよ。簡易ライト付きです。まあ、重量はまあ重たいですけど、まあ、結構コンパクトですね。ではちょっとねパソコンで、作業してみようと思います。今これ電源ねポチッとするとこれね家でね充電してきました。結構ねアダプターが熱々になりましたけど、まあ、これ車でも充電できるということで、結構時間がかかるんで車で充電するとね、なので家でやっといた方がいいと思います。はい、99% 今充電されております。ノート PC ね電源食うんでね、これぐらいの強力なバッテリーがあると、作業しやすいですね。特にこのファイナルカットはね電源使いますんでね、 USB-C があると非常に嬉しい。これ完璧じゃね、これ完璧じゃね、これ結構ほら便利なんですよね。じゃあちょっとしばらく作業しますね。電源がねなくなってきても車で充電できるからいいね。ちゃんと充電しとるよ。いやでもこれ、おお快適、あ快適やな、なんか快適すぎて、意外とこの快適すぎて仕事にならんかもしれん。
はい、いかがでしたかね。車の中でテレワークということで、ちょっとね工夫するだけですごいやっぱ快適空間になりますね。やはりね、家の中だとなかなかね、邪魔されてね、仕事は集中できないという方におすすめですね。できればね、こういったねポータブル電源がねあったらいいと思うんですけど、結構ねこれ高いんですよね。5万5000ぐらいしますね。500ワットで、車のシガーソケットありますよね。あちらからこの100ボルト電源を取れる変換器というのもあるので、それね下の概要欄に貼ってますので、ちょっと参考にしてみてくださいね。まあそれとか、あとハンドルにね、つけるこんなテーブルとかあるので、まあその辺ちょっとまたそのうちレビューしていければやっていこうと思います。やっぱね、運転席でね、やってもいいんですけど、ちょっとね、やっぱ狭いなと。やっぱ足を伸ばしたいですよね。長時間ね、車の中にいると、すごいやっぱ、足腰が疲れちゃうんで、ちょっとこう、靴を脱いで、足を伸ばして、ちょっとこう休憩できる、こういうスペースがね、やっぱ欲しいところですよね。まあちょっとこれね、憧れスペースじゃないですか。これになんかさらに外付けモニターとかつけてね、iPad とかできるかな。ここに iPad つけてね、2画面ですることもできそうですよね。まあ今日は車の中でテレワーク環境を作るということで、まあ皆さんちょっと参考にしてみてください。自家用車でもね、十分できると思いますんで、皆さん一回チャレンジしてみてくださいね。まあ、私結構座高がね高いんですけど、フィットだったらギリギリいけます。もしね私のチャンネルが面白ければ、皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、では車の中でテレワークでした。じゃあね、バーイ。